ピエールカシラギは、モナコ公国の皇室の講子。モナコ公女、カロリーヌの次男。父は、カロリーヌの二人目の夫で、イタリア人実業家のステファノカシラギ。兄に、アンドレアカシラギ。姉に、シャルロットカシラギ。イフ妹にアレクサンドラ・フォンハノーファーラがいる。フランス語、イタリア語、英語に堪能。サクソフォーンの演奏を趣味としている。現在、 イタリアのミラノに在住、母校に大学で経済学を学んでいる。父親の残した会社の経営に携わるためとの観測がある。2015年にイタリア貴族、アローナ伯爵令状、ベアトリーチェ・ボロメオと結婚。2017年2月28日、長男のステファノが誕生した。2018年5月21日には、次男のフランチェスコが生まれた。 2009年6月、1984年に、父親が設立したモナコを拠点とする建設会社の過半数の株主になった。株式の大部分の名前による買収は、ミラン・バード・バードに拠点を置く、法律事務所によって行われた。セール4・フォー、エコーズのボスであり、モナコのヨット・クラブの副会長も兼任している。2014年、 ケープトゥリオとマイアミゴールドカップ2の優勝者でもある。ありがとうございます。